マリオのマリオゴルフワールドツアー実況始まるよ。はい、ということでやってきました、マリオでーす。ということでやっていきましょう。まあね、今回はね、まあ皆さんに僕の強さ、まあ僕マリオのね強さをね皆さんにね見せたいと思うので、まあ一人でやって9ホールぐらいをやって、まあ僕まあミー変えるの忘れてたので、まあ親戚のマリオちゃん、まあ弱いけどねこいつ使いたいと思います。マリオちゃんこいつ弱いかな。じゃあ6ホールでテストということでね、行きましょう。行きますよ。もう僕の強さはねホールインワンで行きますからね、それは無理ですけどね。はい、行きますよ。キャプチャーないんですけどね、ちょっとねー、まあねちょっとねー、ちょっと金がないんでね、画面がね、まあ反射とかね、まあ、汚いんですけどね、画質もちょっと汚いんですけどね、ちょっとその辺はね、まあね、ご了承ください。はい、うまいブルディ。調子乗ってるんじゃないよ。僕のおかげでね、バイ取れてるんだよね。マリオくん。興奮してればいいじゃないよ。ということでね、2ホール目やっていきまーす。まあね、ちょっとしょぼかったですけどね。ちょっとね、時間がないので、スキップね、しますね。まあ今度ね、近い将来に、まあキャプチャーね、買うと思うんでね、安心してね。まあ今ゼロね、学校行ってるんでね、その間に撮ろうかなと思ってね。パッとはね、これね、僕のね、一番苦手ですね、ゴルフの中で。もうパッとパターン、どっちか。忘れちゃったけどね。まあ、そんな名前とかは、まだ全然わかんないんですけどね。まあ、ゴルフのゲームなら得意ですからね。まあ、マリオくんはね、マリオくんですね。マリオくんはですね。まあ、弱いからね。イーグルとかね、取れないですよね。あ、僕、マリオがね、差し入れてね、こうやってね、バーディー取れるんですけどね。まあね、僕のアシストがなければね、無理なんでね。まあね、細かい操作方法はね、まあ、教えないんでね。まあ、もしね、興味持った方はね、まあ、僕は4000円で買ったのでね、買ってみたらね、いいんじゃないでしょうかね。回転かけましたよ。回転かきすぎましたかね。フェアウェイですね。風向きをね、ちゃんと調べてね。はい。なんぜかリンボらないけどね。そこら辺はね、気にせずにね、バーディー取ればね、関係ないんですけどね。パーはね、しょぼいからね。まあ、パーでもね、いいんですけど、恥ずかしいですね。やっぱね、イーグルとかね、取りたいですね。まあ、マリオくんだからできないんですけどね。回転かけましたけどね。すごいナイスショットですかね、俺はね。喜んでますね、マリオくんね。まあ、僕マリオはね、操作してるかね。決まってますけどね。まあ、これで入ったら神ですね。はい、無理ですね、これは。ね。これはもう無理っす。はい。全然ずれましたね。やる気のない、今回は。あ、俺もね、100% ね、入らないとね、言ってもいいでしょうね。でももうちょっとしっかりやればね、入ってたんですけどね。適当にね、やるとね、こうなっちゃうんでね。皆さんはね、ちょっとね、操作方法分かったからね、やった方がね、いいですよ。あ、バス。
まあね、今ね、YouTube でね、動画を見てたのに、親が来たのに、暇になったのに、10回やりましたね。うん。まあ、こいつがね、イーグルとかを決めるのは、ね、相当無理なんでね、飛ばしすぎましたね。これはね、これはね、入ったらね、亀ですね。かすれましたね。やる気になりませんね、これはね。はい、パーですね。ナイスパーですね。まあね、次回もね、テストとしてね、これね、あとね、ホール数をね、増やしてね、やりたいかもね。まあ、楽しみにしてくれね。ちょうどで、バイバイ。